私、暑い寒い関係なくアイスを食べるのが大好きなんですけど、で夏はやっぱり入道雲を見るからかな、なんかソフトクリームが食べたくなるんですよ。なので今日は金沢ソフトクリームで検索してみたいと思います。すごいアカウント見つけましたよ。金沢ソフトクリーム巡り、ソフトくんさん、すごい、ソフトクリームだらけ。これも美味しそう、抹茶ほうじ茶ソフト。このソフトくんさんの投稿を参考にソフトクリーム探してみたいと思います。こっちが森本駅、ぐぐぐっとまっすぐ来たこちら、お茶のあずま園さんです。こちらなんとソフトクリーム屋さんじゃないんですよ、お茶屋さんなんです。綺麗なソフトクリーム、おいしそう。こちらがほうじ茶の、いただきます。おいしい、すごくすっきりとした甘さの、とってもおいしいソフトクリーム。甘ったるい感じは一切なく、すごくすっきりとしたほうじ茶の味が最高においしいです。これはジェラートとそのちょうど間みたいな、初めて出会ったソフトクリームかも。実はもう一つ気になるお店があって、金沢を離れ片山津にやってきました。じゃ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 ーん、こちらです、村のソフトクリーム、もくもくさん。見てください、このたくさんの種類のソフトクリーム、このね、数の多さに惹かれてやってきたわけなんですよ。うわー、どれも美味しそう。塩昆布ソフトっていうのがあるんですけど、これはよく出ますか？塩昆布ソフトもかなり人気の、なかなかないですよね。なかなか見たことはない。うわ、これも気になるし、あ、これ名前が可愛い、パリパリキャラメルバナナ。あ、でもやっぱり気になるのがこの映え感ナンバーワン、ヤッホーモンブラン。映えますか？映えますね。映え感ナンバーワンのヤッホーモンブラン、はい、お願いします。おっきい。いつもより大きいですか？いや、いつもこのぐらい。わかるかな、この大きさ。わー、美味しそう。いただきます。うん、美味しい。けどきっと私はまだソフトクリームにたどり着いていない気がするぞ。わー、すごい、しっかりマロンの味が口いっぱいに広がっていて、めっちゃ美味しいです。自分を甘やかしたいときに存分に甘やかしてくれるソフトクリームですね。